ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビアです。解説は新藤勝義さんを迎えてお送りします。新藤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。山崎ナビスコカップトーナメント1回戦をお送りいたします。コンサドーレ札幌対ヴァンフォーレ甲府、これが本日の対戦カードです。赤いボールがピッチにスーパーが合わせました。それではスターティングメンバー、いよいよキックオフです。画面に向かって右にエンドを取ったヴァンフォーレ甲府、反対側左にエンドを取ったコンサドーレ札幌。ポスト郵便です。これはゴールキック。ポストトライ。シュート。山瀬、これをプッシュ、スローインです。スローインです。
松島シュート。ボールの女神が彼の足にあるっていうかのごとく変わった。映画の忘れいかな。羽生ブニュー、羽生ブニュー、テンテテン、オッパーボインボイン。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。リアル、ニジェル始まります。なかなか前線に攻め上げる。うわ、決まった。ゴール。
続けました。縦に送ります。ステップを細かく刻む。縦に出して。ここはしかしエメルソン。左に攻め。リターンを受けて大岩。前半40分を終わりました。ここから上がっていく。さあここまで上がってきました。やって打ってきた。いい気味すぎたんでしょうか。ゲストが来てきました。今の攻撃なんですが自分で行きましたね。そうですね。ただ最後ちょっとボールのところがね伸びてしまいましたね。野沢リクエストでした。何でしょう。FC 東京先制して前半を折り返せたわけなんですが、さあ後半戦始まります。佐々木さん、はい、FC 東京後半はどういうことに気をつけて戦っていくのでしょう。そうですね。うっ、惜しい。なんと決められない。くらいね。真ん中から上がっていこうというところ。